ここは岡山県にある矢掛町。江戸時代、参勤交代の宿場町として栄えました。時には800人を超える大名一行が町の中に分散して滞在し、町全体で迎え入れた歴史があります。そうした宿場町流のもてなしを現代によみがえらせて、今注目を集めているんです。古民家を改装した宿泊施設矢掛屋、最大の特徴は受付、宿泊、宴会、風呂といったホテルとしての機能が街道沿いに点在していること。いわば町が丸ごとホテルになっているんです。これに反応したのはなんとイタリア。その名もアルベルゴディフーゾ協会。アルベルゴディフーゾとは、過疎集落の空き家を活用して地域一帯をホテルに見立てた町づくりのこと。例えば16世紀の建物が残るイタリアマルケ州の田舎町では、宿の主人が町を案内、レストランでは地場産のワイン片手に住民と交流が楽しめます。これまでに世界でおよそ150カ所が認定を受ける中、2018年矢掛屋がアジアで初めて認定されました。持続可能な町としてですね、地域の人たちが誇りを持ってながらちょっと残していけるっていう経済行動を作るっていう、それがまさにアルベルゴディフーゾ。そう話すのは矢掛屋を運営するシャンテの足立誠二社長。彼が作り上げ、世界が目をつけた町ごとホテルとは、チェックインを済ませた宿泊客は別の建物へ案内され、今本日ご宿泊いただきますのはこちらの宿になります。部屋で一息ついたら夕食の会場へ。これも別の建物です。食事は懐石料理、瀬戸内の魚介と地元野菜が味わえます。さらに宿場町流のもてなしはホテル以外でも。いらっしゃいませ。天正院篤姫さんが泊まられていて、その時にこれをお茶菓子で出したらばすごく気に入って、歴史のうんちくを教えてくれたり、街角でも、おいでやす。ゆっくりどうぞ。どちらからいらっしゃいましたかっていうことをお聞きして、で県外なら県外の人にふさわしい案内の仕方を。こうした町民による自発的なもてなしが町の魅力となり、アルベルゴディフーゾにも認められたのです。町ごとホテルが外から注目されることで、町民が地域に誇りを持って住み続ける持続可能な町が生まれています。去年の町の幸福度ランキングでは、中国地方の全市町村の中で矢掛町が1位となりました。実は2015年に矢掛屋が開業する前は、町には宿泊施設が一軒もなく、宿のない宿場町と言われることもありました。ところが矢掛屋の開業以降、観光客は20万人から55万人に。2018年には13年ぶりに矢掛町の転入者が転出者を上回りました。主役は地域の人たちで、その地域の人たちが幸せそうなのを見て、観光客の人がもっと羨ましくなるっていう、そういう構造がですね、結局住むっていうことと観光っていうことが直結していく大事なポイントだと思いますね。